はい、どうも、ちかでーす。今年は年内チャンネル登録者数1000人を目標に活動してますので、今回の動画がいいなと思ってくれたら、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで今回は、6月22日に登場となった対決カーニバルの覚醒助っ人12名能力チェックやっていきます。はい、というわけでね、TS が来るのか、それとも通常追加が来るのかっていうね、まあいろんな予想があったんですが、通常追加とともに覚醒の助っ人外国人もやってきましたと。いやー、去年はね、2021かな、に、覚醒のね、並びが少し変わって、TS3 弾の後だったんですよね、去年の最後の覚醒は。ただまあ今年はね、まあダルサの大会が7月5日からあるっていうところで、まあその覚醒とか TS 系の、まあ、走ったりする系のイベントをね、被せないために少しだけね、エキサイティングの方を早めてこの時期にね、覚醒を突っ込んできたのかなと思います。それでは覚醒助っ人外国人12名能力チェックやっていきます。まずは阪神ケラー選手です。9位から73、62、60の完全9位型となってます。で、投手適性が抑えメインで凸なしで中継ぎ可能となってます。で、球種がこんな感じで3球種のみとなっていて、まあナックルカーブ持ってるっていうのがね、まあリアタイでは強いかなとは思ったんですが、変化量が3しかないというわけで、まあ少しね微妙なところかなと思います。で、特殊能力が奪三振、高速球のみとなっています。というわけで現状のね、阪神の中継ぎだと今アルカンタラ選手と岩貞選手が S ランク追加されてて、でその2人とプラスして馬場選手と藤波選手の A ランクが中継ぎとして追加されています。で、ここでね、一つ重要なことを言うと、個人的には阪神純正の方はこのケラー選手獲得しておいた方がいいかなと思います。まあ特に古くからやってない、去年とか今年阪神純正始めた方は取っといた方がいいかなと思います。なぜかというとね、まあ今 S ランクが登場している岩貞選手とアルカンタル選手は A ランク登場しているんですが、今ね A ランクで登場している馬場選手と藤波選手、この2人が S ランクで登場しない可能性っていうのがあるかなと思っていて、藤波選手に関してはね、交流戦中継ぎで上がってきて投げてましたが、結局ねまた先発再挑戦ですし、まあその前もねコロナになるまではずっと先発やってましたし、馬場選手に関してはね1軍にもいましたけど今2軍なんで、でそれ以上にね、湯浅選手はソフトバンクから来たね渡辺選手っていうところが活躍してるんで、まあ中継ぎの S ランクはねそっちの2人が出る可能性もあると。でそうなった時に湯浅選手と渡辺選手ってシリーズ1に A ランクは出ないんで、 S ランクをね5枚使って、もしくはトトコーチを5枚使って、もしくはその両方を混ぜ合わせてっていう感じで極みにしないといけないっていうことを考えるとね、だいぶきついんで、特に無課金の方はって考えると、このね3900のケラー選手を取っておいた方が、まあ、8月にね純正最強決定戦来ますし、スプリッツ的にはいいのかなと思うので、まあ最近ね阪神純正を始められた方は取っといた方がいいのかなと思います。でまあ古くからねやられてる方はスピ解放してる選手とかもいると思うんで、まあ自分のオーダーとね相談して極めるかどうかっていうのは決めていただければなと思います。続いて巨人ポランコ選手です。ポランコ選手に関してはね、もう通常 S ランクはねすでにライトの追加で排出されてますと。で能力のがねそこと一緒で、弾道高弾道のミートが63、80、72となってます。で守備的姿勢も特に変更なく、ウランサンスでも変更なく、特殊能力も変更ありませんというわけで、まあライト枠のね A ランクが出てないっていうこの状況で覚醒が来たんで、まあこのポランコ選手をね取って極めるよっていう方もね多いのかなと思うんで、まあ巨人純正の方はね、まあこれを覚醒はさせずに通常の方をね狙って、まあ最強決定戦前にどうしてもねこのポランコ選手が通常当たらなかった方は覚醒させてね極みにするっていうのはありかなと思います。続いて広島アンダーソン選手です。9位から73、68、70となっていて、鉄腕で9位スタミナ同値が狙えます。で投手適性が先発メインで、突4で中継ぎ抑え可能となってます。で球種がこんな感じで、特殊能力が伸び出す三振、安定感となってます。まあ純正向けの投手かなと思います。続いて中日アリエル・マルティネス選手です。アリエル・マルティネス選手に関してはね、去年とかまあ過去に通常 S ランクが登場している選手です。弾道高弾道でミートが66、75、59となっていて、完全パワー型となってます。で守備適性がキャッチャーメインだったところがレフトメインに変更されていて、キャッチャーを守らすには突4、ファーストが突5必要となってます。でファーストに関しては特殊でサブ補助1上げてあげると D にすることができます。でウランサースが57、43、81というわけで、まあ肩が強いんで、まあファーストに置くよりかはまあキャッチャーかまあレフトかな、まあレフトがいいのかなと思います。で特殊能力が超広角代打初球というわけで、めちゃめちゃ強いですね、代打の場面で出すと。でアリエル・マルティネス選手に関してはまあ今もね確かスタメンとか出たような気がするんで、まあ継承しちゃうっていうのも一つの手ですが、もしかしたら通常出るかもっていうのにねかけて継承しなかったりね覚醒しないっていうのもね一つの手かなとは思います。続いて横浜クリスキー選手です。9位から75、58、61の9位型となってます。で投手適性が中継ぎメインで凸なしで抑え可能となっていて、球種が全部で3つ
です。いやこれねスプリットが B 九州であればね B 九州以上2つ持ちやったんですが、まあ、残念ながら1つとなってますと。で特殊能力が剛速球伸び出す三振となってます。続いてオリックスラベロ選手です。弾道ラインドライブでミートが61、73、60のパワー型となってます。で守備適性がファーストメインで突4でライトレフト突5でサードに置くことができます。で裏の三振が補給から56、58、58というわけで、まあファーストに置くか、まあ、あとはレフトか DH かなっていう起用がいいのかなと思います。で特殊能力はライドラ粘り打ち固め打ちとなってます。続いてロッテゲレーロ選手です。9位が76、59、63の9位型となってます。で投手適性が中継ぎメインで突4で抑え可能となってます。で球種がこんな感じです。いやこれね通信持ちなんでね下が縦スラじゃなくてフォークやねスプリットやったら強かったんですが、まあ残念ながら下方向は縦スラとなってます。で特殊能力は超剛速球奪三振荒れ球となってます。続いて楽天ギッテンス選手です。弾道ラインドライブでミートが60、77、51となっていて称号でパワー A が狙えます。で守備適性がファーストのみでシード60となってます。で裏の3捨てが補給から56、51、52というわけで、まあファーストにおいても全然いい能力かなと思います。で特殊能力は超広角対左投手ライドラというわけで、まあ超広角持ちと強いです。続いてソフトバンクレイ選手です。9位から75、62、74となっていて称号で9位スタミナ同値が狙えます。で投手適性が先発メインで突なしで中継ぎ可能となってます。で球種がこんな感じで斜め方向のスプリットを持ってますと。で特殊能力が奪三振安定感伸びとなってます。続いて日本ハムヌニエル選手です。弾道パワーヒッターでミートから58、76、58のパワー型となってます。で守備適性がファーストメインですが、まあサードの方が高くて突3でサード突4でレフトに置くことができます。で裏の三振が補給から41、40、63となっているんで、まあサードの方がね適性は高いですが使うならねファーストがいいのかなと思います。で特殊能力がパワーヒプルヒ固め打ちとなってます。続いて西武ジャンセン選手です。弾道中弾道でミートから59、72、70となっていて称号でパソー同値が狙えます。で守備適性がサードメインでサードが C の60で突3でファースト突4でセカンドレフトに置くことができます。で裏の三振が補給から43、48、68というわけで、まあ、補給がね43なんでサードよりかはファーストに置く方がいいのかなと思います。で特殊能力が固め打ち粘り打ち初球となってます。まあここねなんでオグレディ選手じゃないんやってね言われてる方もねちらほら見かけますが、まあおそらくこの後のね野手枠で通常スランクが来るんじゃないかなと思います。まあこれで来なかった時になんでやってまたなると思いますが、まあね結構試合出てますし、おそらく今後の残り2枠の野手枠のね一つで出てくるんじゃないかなと思います。最後はヤクルト AJ コール選手です。9位から72、64、70の9位型となってます。で投手適性が中継ぎメインで突なしで先発可能となってます。で球種がこんな感じで高速スライダーとカットボールの横2種となってます。で特殊能力が綺麗打たれ強さタイランナーとなってます。あれやね結構珍しい投手適性が A の投手やね。最近はね結構 A っていうのがね少なくなってきてて、それこそ昔の日本ハム時代の増井さんとか、まああんまりね投手適性 A っていう選手がね少なくなってきた中、久しぶりにね投手適性 A が出てきましたね。はい、というわけで今回は助っ人外国人12名能力チェックやっていきました。いかがだったでしょうか。いやーというわけでね、まあ今回はね本当に助っ人外国人が来るんか、それともね左キラーが出たから今回もね違う覚醒が来るんかってね、まあいろんな憶測が立ってましたが、しっかりとね助っ人外国人が来ましたというわけで、まあ今回のね12名の中でおすすめの選手としたら、まず一人は巨人ポランコ選手で、もう一人が中日のアリエル・マルティネス選手で、もう一人挙げるとしたら楽天のギッテン選手になるかなと思います。まあでもワン、ツーはポランコ選手とアリエル・マルティネス選手かな。まあ、ポランコ選手に関してはね、もう通常 S が出てるんで、まあ、そこの突用に取るのもよし。で、今後ね、通常 A も出ると思うんで、S が当たらなかった時にこの覚醒をね、S にするもよしっていうところがありますし、アリエル・マルティネス選手に関してはね、ここもね、もう何年も出てるんで、過去の A ランク持ってる人もいると思いますし、今後ね、通常 S や A がね、追加される可能性も全然ある選手やなと思ってるんで、で、超広角持ちというわけで、ここ取るのはね、ありかなと思います。で、まあ、ギッテン選手に関してはね、まあちょっとパリーグなんでね、自分あんま見てないんでわかんないですが、まあパワーエアもいけますし、超高額持ちなんで、まあここもね、おすすめの一人かなと思います。というわけでね、まあもしよければ皆さんのね、獲得予定選手などコメント欄で教えていただければなと思います。というわけで今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今年は年内チャンネル登録者数1000人を目標に活動していますので、今回の能力チェック良かったよと思ってくれる方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またツイッターもやってますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。